アヌビスゾーンオブエンダーズ、続きをやっていきたいと思います。今回からね普通にやっていきます。 VR モードではなくて、で、VR モードで始めた時はなんかベリーイージーだったんで、まあ、ノーマルの難易度にして、まあまだ最初だったんでね、前回終わらせたところまで来ました。で貨物船の中に入ったところになります。どうやって敵を倒していけばいいのかな。増援どこだっけ、あ、そうだ、これだ。ちょっと操作方法思い出しながらやんなきゃいけないけど、基本的にこいつはブレードの方がいいかな。そんなにいつダメージを食らった。ノーマルでいきなりなんか難易度が上がった感じだな。すでに一人やばくねえか、接近しすぎたか。遠距離でチクチク削っていこう。ホーミングレーザーも全弾ヒットすればそれなりに当たるしね。これが一番安全だ。じゃあ矢印の方向へ進んでいきましょう。これヒットポイントの回復とかってどうするんだっけ。アイテムを取るほかないのかな。戦闘に利用できそうなものは丸ボタンで掴むことができます。掴みの操作を確認しますか。あ、頼む。聞くんだ。え、もういいよ、間違えちゃったよ。移動の、訓練終了、トレーニングを終了します。敵が出現してくるセラーを破壊してください。これあー、なんか多分あれだね、掴んでどうのこうのってあれでしょ。ほい、普通には普通に切れるし、ちょ待って待って待って、あとはもう本当に遠距離で安全に行こう。ヒットポイント回復したいのはなんかないのかな。敵はもう殲滅したか。ちょ、これ掴んでこう。あれどこ、あ、ここか。お、いいね、メタトロン取得してヒットポイント回復した。でかいのがいる。注意してくださいって言ってもな、接近して切ろう。よし、 OK。あれ、ヒットポイント完全回復してんじゃん。貫通できないな。え、なんかちょっと待って待って待って、全然違うやつ攻撃してた俺。の距離を保ちつつ削っていこう。もう一匹いたよね、いる。あ、やっぱこいつだ、こいつ倒さないと話にならない。 OK、 ガードしてくるのかな。よし、じゃあまた先へ行きましょう。これは外が見えるね。やはり目的はこの機体か。分かっていて乗り込んだのですか。仲間を巻き込みたくなかった。それに確かめたいこともある。あれ、もうさっきの惑星からは外へ出たのか。完全に宇宙にいるね、そういえば。次のユニットへの扉が開いています。矢印の方向に話が終わる前に
戦闘だ。ちょっと最初は様子を見て、ちょっと待って待って待って、食らってんな。鉄器のシールドはエネルギー攻撃を受け付けません。物理系の攻撃を与える必要があります。物理系？接近戦で使用するブレードなどです。だがブレードも届きそうにない。何か攻撃に使えそうなものを探してください。なんか掴めってこと？待って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 、なんかこれだ。当たった？え、どうなってる？よくわかんねえ。早い。外壁にある棒状の建材が攻撃に使えそうです。掴み投げをするには掴みたいものの前で丸ボタン、敵にロックオンをしてもう一度丸ボタンで投げつけることができます。あ、いて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 、逃げよう、とりあえず逃げよう。ほら当たってんの、棒状のさ、なんとかって掴んだけど。え、完全に囚われた魂。ジュディ、お前バイオラか？通信相手はおそらく戦闘 AI です。 AI だと？バイオラ、おい。過去の戦闘データと戦闘能力に関わる一部人格を複製しているに過ぎません。反応は望めないでしょう。ならバイオラ本人は？該当するフレームランナーはすでに死亡しています。死んだ？2172年アンティリア襲撃事件、連合宇宙軍統括官木星の衛星軌道上コロニーをバフラム軍が襲撃し、開発中のオービタルフレームを奪取した事件です。あの事件にバイオラが。その奪取されたオービタルフレームってのは？オービタルフレーム、アヌビス。当期ジェフティも彼らの目標に入っていましたが、奪取は免れました。ジェフティはバフラムの手に渡るのを恐れた何者かによって回収され、そしてカリストに破棄された。おおむねその通りです。アンティリア襲撃を指揮していたのは誰だ？バフラム軍指揮官ノーマン大佐。ノーマン、どうした？共鳴反応です。共鳴？アヌビスです。ん？こいつもうこれで終わり？まあいいや、先へ進みましょう。苦しんでる。いや、アヌビスの方は普通に強そうだな。その機体を返してもらおう。誰が乗っている？負け戦かな。わかんないけど、いや早い早い気がする。でもな、ちょっと普通に戦闘にはなってるからな。え、どういうこと、どういうこと？赤いさ、なんか粒子みたいなのが邪魔なんだけど。あ、負け強い、確かに。これさっきのやつ？
来ていたとはな、デン。ノーマン、久しぶりだな。今まで何をしていた？ちょっとした休暇をね。降りて私の部屋に来い。え、割と普通に行くんだ。怪我は大丈夫なの？なんでこの船に乗ってきたの？カリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。腕が鈍ったぞ、デン。ぬるま湯に使っていた。ノーマン。ケン、下がっている。紹介しよう。ディンだ。6年前、我が部隊の主力パイロットだった男だよ。リンゴ、イグリッド。軍の記録では死んだことになっている。あんたこそ小さい仕事するようになったな。辺境に飛ばされましたか。口を慎め。お前は私の部隊に戻ってきたんだ。戻ってきた？ふざけるな。戻れ、リンゴ。これから面白くなる。断る。あんたのお遊びのおかげで死にかけたんだ。冗談じゃねえ。分かってない。もう自由だの独立だのって建前には乗せられねえぞ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。はっきり言えよ。お前が殺したんだ。知らん。やろ。リンゴ、戻れ。お前は好きだ。吐き気がするぜ。そりゃ気持ち悪いよね、そんなこと言われたら。死体は片付けておけ。2ヶ月後、火星隊の聞いたことありません。本当にノーマン大佐のご命令で？じゃなきゃ、なんで私こんなことさせられなきゃならないの？いい、お願い。
脈拍安定しました。ありがとう。あとはいいわ。あ、はい。お目覚め、2ヶ月も寝てたのよ。ヒゲは剃らせてもらったわ。エイダ、お願いね。不本意ですが。どこだ、ここは。火星の玄関口、ダイモスステーションの中よ。具合はどう？吐きそうだ。死ぬよりマシでしょ。俺、死んだんじゃないのか。死んでないわ。心臓も肺もないけどね。じゃあ死んでるだろ。いいえ、ジェフティーに乗っている間は生きてる。ジェフティー、あなたは今失った心肺機能を機械で補ってるわ。その動力はジェフティーから供給されてるの。あ？ジェフティーを降りたらバイタルへのエネルギー供給が断たれる。つまりあなたはジェフティーを降りたら死ぬのよ。冗談はやめろ。試してみたら？しやがった。仕方ないでしょ、狭いコクピットに装置が全部入らないんだから。頼んでねえぞ。言ったでしょ、助かりたかったら私に協力してって。知らん。いつだ。死ぬ間際よ。知らん。命を助けてあげた上にクルーの目を盗んで2ヶ月も看病してあげたのよ。もっと感謝してくれてもいいんじゃないの。チキショ、まともなバイタルをつけろ。全部終わったら元通り綺麗に直してあげるわよ。だから私の言うことを聞いて。あげるな。なぜ俺がバフラムに。私バフラムじゃないわ。何？その反対、連合宇宙軍よ。私はケン・マリネリス。バフラムには任務で潜伏してる。なんだと？いちいち驚くわね。当たり前だ。時間がないって言ったでしょ。こっちだって趣味でこんなことやってるんじゃないのよ。まずダイモスを脱出して。話はそれからよ。こんな場所で長話してるのがどれだけ危険か分かってるでしょ。死人にはわからんね。あなたはまだ生きてるわ。ノーマンもまだ生きている。敵を取りたいでしょ。あいつは仲間を殺した。私も目的は同じよ。あなたの悪いようにはしないわ。一つだけ教えてくれ。何？今年の優勝はヘスペリア・ゲールズだよな。ちょっとふざけないで。大真面目だぜ。どうなんだ。火星は今それどころじゃないわ。お、動ける。まあ、こっちへ行けってことだね。ここか。そこを出たらシップを射出するカタパルトよ。先に進めば外に出られるわ。今衛星ダイモスはバフラム軍の管理下にある。地球から来た連合宇宙軍の援軍部隊を片付けるのに無人機が巡回してるわ。ダイモスがバフラムに。ダイモスだけじゃないわ。火星も、もう一つの衛星フォボスも。火星圏は全部バフラムの統治下に落ちた。ノーマンのお手柄でね。ひでえことになってやがる。あってはならないことが起きてる。カタパルトの情報はエイダに聞いて。またこいつだか。敵、近距離戦闘タイプ、ライフロックスを確認、注意してください。近距離タイプね。じゃ、遠距離から、うわ、またいっぱいいる。ちっこいやつらはもう全部フォーミングレーザーで片付けてくる。来てる、来てる、来てる、待って。
イクロプター行って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 、いや待って待って待って、このちっこいのすんげえいつの間にか来るんだけど、先にこいつを破壊した方がいいか。いやーなんかすげえ食らってんだけど、やばくねえか、もう半分ぐらい減ってんだけど、すでにこいつを倒せってこと。そんなことなかったな。いやでも遠距離はねダメージが通らないんだよなかなか。すげえ多い。こいつは無限湧きすんのか。そんなことはない。こっちか。ヒットポイント回復したい。いつの間にかダメージ食らってるからねこれ。もう死ぬ。ノーマルでこれかよ。おとなしくイージーモードいけ。やったやったひでえ。ちょっと敵近距離戦闘隊サイクロプスを注意してください。敵ってもこれレベル上げ的なものはないからね。もうこのサイクロプス部隊を速攻で撃ったらしていこう。あでまたサイクロプスタイプが出てきたってわけね。オーケー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 、まあ、攻撃力的にはやっぱりブレードの方が強いよね。あ、ちょっとこれ全部あれちっこいっすよ多分。ほいほい、ちょっと鬱陶しいかな。オッケー。ヒットポイント的には結構残ったな。あれどこだこれ。今はホームレーザーで、あれが邪魔なんだよね。障害物的なのが。いやこいつらはやっぱり接近戦で勝たせた方が良さそうだな。よし、オッケー。まだいる？これは？メタトロン。メタトロンはヒットポイント回復か。なんかいてこいつ先に破壊した方がいい？よし、オッケー。よくわかんないけど破壊はした。いや、すげえ勝ってる、すげえ勝ってる。待って待って待って、あんまりガードとか使わねえかな。やばいやばいやばい。距離を取って、一発も食らったら距離を取ろう。やばいやばいやばい、食らってんな。ちょっとこいつは邪魔なのか。
よしよしよし、メタトロン取ると一気に全開するね。どっちだ、逆か、こっちだね、こん中か。メンタマ、メンタマくん、全部倒した。お、いいね。メタトロンは一定のところに置いてあるのかな。またちっこいのがめっちゃ出てきた。コミングレーザーと全然削れない。やっぱ近づくか。待て、来てんな。ちょっと待って、ブレードでやった方が良さそうかな。 OK、 こいつを仕留めよう。これちょっとでもガードされてやっぱり距離を取ろう。こいつは邪魔だ本当に。敵は全部倒せばいいかな。もうこのなんか変な真ん中のやつさ、こいつ狙わなきゃいけないんじゃない。邪魔だお前ら。すげえ来た。もう一発、OK、え、あれ倒すとなんか中から出てくんな。ほら、結構あ出てくるね。やっぱりラフタータイプが出てくるな。どんだけ出てくるの。これひたすら倒してるだけでいいのかな。なんか装置みたいなのやっぱ破壊しなきゃいけないとか、ちょっとターゲットの切り替えもよくわかんないし。来てる。反抗力とかさ、使ってる暇ないよね。近づこう。もう一気に肩をつける。BTR 反応消失。BTR 反応って何なの？食らってみる。俺がダメージを与えてると思ったけど、実は格闘を食らってたのか。こいつ仕留めてえな。ETR 反応消失。ちょっと待って、やっぱこれ狙ってこう。
え、何何今ちょっと破壊した？おりょうす一応破壊はしたな。だいぶ減ったけど。もう見た。あれこれ何？メタトロンか。欲しいメタトロン。いや、やっぱあのユニットみたいなの破壊しなきゃいけなかったんだね。だいぶ時間をロスしたな。あ、人々回復してる。救難信号を受信しました。無視しろ。繋いで。こちらテイパー、貨物通路のカーゴに閉じ込められてる。救助を求む。エイダ、回線は？連合宇宙軍のものです。話を聞いて。テイパー、聞こえるか？こちら、あ、こちらヘンリー G。 どうした？ヘンリー G？ 連合軍か？ああ、そんなもんだ。助けてくれ。部隊の仲間がみんなバフラムにやられた。俺も視線制御をやられちまったし、今どこにいるのかもわからねえ。それじゃ助けようがない。頼む。重要な任務の途中なんだ。重要な任務？火星の仲間の援護だ。誰が援護するって？ベクターキャノンを奪ったままバシリを出られない連中がいるんだよ。ベクターキャノン？リンゴ、助けてあげて。私たちにもそれが必要なの。どうだかな。協力しないとエイダにエネルギー供給を立たせるけど。なんだ？エイダ。分かったよ。テイパー、これから救助に向かう。そこ動くな。今コンテナの中に隠れてる。おっかなくて近くで銃声がしただけで震えが止まらねえんだ。エイダ、信号の発信地は？特定できませんが、通信手段から考えて相当遠くはありません。テイパーはコンテナの中、近くで銃声がしただけで震えが止まらないと言っていたが。コンテナにあまり大きなダメージを与えると破壊してしまいます。注意してください。分かってる。ショットで軽くノックしてやるだけだ。まあそれで探れということか。行くのは、ああ、なんかいろんなとこ行けそうだね。正面はいけない。こっちは？こっち行けねえじゃん結局。ヘンリー G、 テイパーだ。6の番号の入ったコンテナだ。方向だけを変えるには右スティックを使用してください。これは違うね。6、これちょっとやってみる。はい。空箱でした。待って、一発で破壊しちゃうじゃん。チャンチャンチャンってさ、3発撃つんだけど。え、ちょっと待って、箱どっか行っちゃったよ。こっちから来たの？あ、箱どこ行った？マジで超謎なんだけど。ここは？いけない。え、分からん。早く来てくれ。上に行ってみるか。箱がなくなっちゃったんだよ。だから時間制限的なのはないよね。もう一回コンテナを運び出すボタンみたいなの、こういうのは？え、本当に分かんないんだけど。一応変えれんの？あ、これ何これ？あ、こっちに行けるね。ちょっと待って。別のマップへ進んでいくか。いけるな。で、これで
青のコンテナ6が入ってるっていうのは変わらないのか。で青のコンテナ8933ないよそんな。これも青。いやー知らんがな。はい、コーヒー原料5トン消滅。コーヒー原料って何これ、マジで何すりゃいいの。いや帰ろう。え、ここはもうだって用なしでしょ正直。新しいところへ行くか。早く来てくれ。はいはいはい、赤いところはいけないね。青いところか、いけるのは。隙間から倉庫番号が見える。マジで A 倉庫ここ。ちょっと待って、見えるって言ってたよね。見える位置にいるってことで、青とか6とかっていうのはさ、まだ継続してんの。あーそっか、逆側にもコンテナがあったんだな、さっきのところで。青いコンテナで6があってみたいな、そんな感じか。これないからね、一番左のところが今のところ候補だな。ちょっと待って、照準が難しい。これもでもなんかロックっていうのが、あれコンテナ番号が A ってこと。じゃあこれ、勘弁してくれ。建築用資材消滅。え違う建築用資材が消滅してしまった。じゃあ行くか。荒らしてるから結局な。こっちは死活できないかな。もう一回こちら辺に行こう。あるコンテナ機ない。え、これって一回一回変わんのか。青いやつとか6番の入ったやつとかっていうのはもう意味ない。6と1が入ってんのはなさそうだね。で1なんていっぱいあんじゃん。7131。いや本当に分かんない。おい、登録品目不明品消失何これ、ほんとむずいんだけどもう意味がわからん。めっちゃいろいろ破壊してんだけどさ。早く来てくれ。いやわかんねえんで、もっとさヒントを教えてくれよ。敵が構ってらんないな。番号の入ったコンテナだ。どれやねん9って。なるほど、これ9入ってんね。コンテナの候補がね多いんだよ。これも9入ってんじゃん。銃声をさ、もうちょっとさこっち側でやんのかな。でそっちなんか震えるみたいなこと言ってたよね。これで一発ずつできるわ。ちょっとこれでコンテナの近くで9の、はい、番号ね、ここら辺で。いやわかんねえな、違うってことか。
あっち側に行くか。来てくれ。うるせえ。どう？上。26。はあ？一発プ、これ一発で。一発だ。知らんよマジで。何これ。もう一転してなんかすげえ分かんなくなったんだけど。帰るか。通気点分かんなかったらちょっと一回調べよう。調べようっていうかもうなんかネットとかで答えを見ちゃおう。分からなすぎる。こいつらもめんどくせえかな。経験値的なものがないからなんかあんまり敵を倒すメリットがないんだよね。ここの区画はもう一個先行かなきゃダメか。5の番号の入ったコンテナだ。5。この近くにいるようです。ほんと？あれ？おお、これっぽくね。はい。あれ？地球行きの郵便物消失。どうやってやんだ。ちょっと待って、ここ安全地帯だから。あー、でもなんかやっぱり正解のコンテナっていうのはあるみたいだね。ちょっと一回移動して、コンテナのあるところに移動して、待って、これロック外して、で6の番号の入ったコンテナ A 倉庫にある6915。だここが違うんだよ。そもそも A 倉庫に行かなきゃいけないんだよ。 A 倉庫ってどうやって見極めるんだ。ここだ。 A 倉庫にある6915B の青いコンテナ。6915。そんなんなくね。いやー、逆側か。早く来てくれ。あった、 6915B、 これか。ちょっと隣でショット打ってみる。あ、そうだね。コンテナ破壊しちゃうんだよな。どうすればいいんだ。ちょっとショットの練習。これ3発当たっちゃうね。これいや待て、わからん。はい、オッケー。これで大丈夫か。すげえ苦戦したな。テイパーだな。ヘンリー・ジーか。ああ、そうだ。助かったぜ。ご苦労だ。違う。オービタルフレームだがバフラムじゃない。彼ら所属はいい。おい、鬱陶しいこと言ってると置いてくぞ。所属はどこだ。助けてやると言ってるだろ。分かった、助けてくれ。リンゴ、彼の任務を聞いて。うるせえ。火星のバシリアカウンティに残された連中を助けなきゃならねえんだ。敵基地の防衛機構を突破する兵器を手に入れた後、身動きが取れなくなってる。それがさっきお前が言ってたベクターキャノン。俺たちが勝つためにはどうしてもこいつが必要なんだ。だからあいつらを助けなきゃならねえ。助けるってそんな調子でどうやって。
そういう任務なんだ。くだらねえ。火星行きのシューターまででいい。火星に着いたら連中の場所はわかる。シューターまで掴んで運んでいけっていうのか。その通りだ。行くぞ。リンゴ連れて行って、彼にバシリアのレブ隊まで案内してもらいましょう。役に立つとは思えないがね。バフラムの軍事要塞を落とさなきゃならないのは私たちも同じよ。その兵器が必要なの。軍事要塞。軍事要塞アーマン。アーマン。そうだヘンリー G、 オービタルフレーム用のプログラムを手に入れたんだ。中身はよくわからねえが、ありがたく使ってくれ。なんかくれんのか。おお。サブウェポン、ゲイザーのデバイスドライバーを取得しました。敵機の動力系に作用し、その動きを一定時間拘束することができます。サブウェポン。サブウェポンは特殊な効果で通常攻撃をサポートします。 L1 ボタンを押しながら左スティックの上下でサブウェポンを選択、丸ボタンで使用できます。なお、サブウェポンは使用するごとにサブゲージを消費します。残量に注意してください。エイダ、テイパーのレブをつかむにはどうすればいい。L1 ボタンを短く押してサブウェポンをグラブにした状態で掴みたい相手の前で丸ボタン、離したいときはもう一度丸ボタンです。了解。現在位置をマップで確認してください。はいはい。というわけで、あーマップが見れんだね。多分右上の光ってるところが目的地かな。早く連れてってくれ。うん、わかった。というわけで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はこいつを連れていくところから、やっていきたいと思います。ちょっとね、こいつを探し出すのにだいぶ時間食っちゃいましたけど、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。